こんにちは、花山さん。今回も丁寧な動画をいただきましてありがとうございます。私もいろいろと思うところがあってですね、そうだな、一般論じゃなくてお金の問題で、お金の勉強でですね、花山龍馬さんの住まいっていうのを当てはめてみると、花山龍馬さんは住まいであるのと同時にそこがね、職場になっていますよね。そう考えると確かに車いらないですよね。で、電車にも乗らないんで、通勤っていう時間とお金っていうのは大幅にコストカットされてますんで、その分自宅というかね、自分の職場にお金を随分かけることができるんじゃないかなと思いますね。まあ、そう考えるとこれからの時代っていうのは、そのリモート在宅ができることっていうのは、その家の資産価値を随分ね、相対的に高めることになるんではないかなと思います。インターネットの環境っていうのがもしあればね、私も とてつもないね、過疎地でやることもね、できますからね。ただ現状、とてつもない過疎地でやると、インターネット回線の速度の問題とか、それからやっぱり日本国内でもね、アンテナが立ちにくいところってあるんですよ。それこそ動画のアップロードにものすごく時間がかかっちゃったりすると、それはそれで活動できなくなっちゃうんで、私は今ね、住んでる環境がとってもいいバランスだなと思います。動画もね、ポンポン上がりますしね、非常にインターネット環境は恵まれているところだというふうに感じるんですよね。さあ、そこでですね、今回のお金のお話につきましては、どんなものがね、お金になるのかっていうことをお話ししようかと思います。その前にね、ちょっとね、前提としてね、ちょっと政治家の前置きっていうことをお話しさせていただきます。政治家の前置きとして、自分がね、自信がない時とか責任逃れをしたい時にこんな言葉を使うんですよ。例えばね、私はそういうことを言える立場ではないんですけどっていうね、前置きをしちゃったりとかね、あとはね、そういうことをする資格を私持ってませんから、言及はとどめさせたいと思いますとかね、それからそんな身分ではありませんので発言を控えさせていただきますみたいな感じで、要するに答えたくない時とか、答えて都合がある時はそれらしい理由をつけて、あくまでもね、謙虚に言ってるふりをして傲慢な自分への防波堤を築いてるってことがあるんですよ。まあ、これはね、ちょっとね、例えばですよ、お金を稼いでることを売りにしている、もしくはお金の問題解決をテーマにしている情報発信者として、どんなことがお金の勉強なのかってことが語れないっていうのは、ちょっとこれはね、無責任だなというところがありますんで、私はこれからも時に応じてですね、具体的なお金の勉強っていうのはこういうことなんですよっていうことを伝えていこうかと思います。例えばね、お金の勉強の一つには税金ってものもあるんですよ、ね、税金ってものもちゃんと理解しないとやっぱりね、とんでもないことになってしまいます。その一つが個人でやるのか法人でやるのかっていう境目ですよね。これどっちが有利ですかってことをロジカルに答えれるのもお金の知識の一つですから、お金の勉強と言っていいかと思います。はい、それでね、ちょっと税金のことも話しましたんで、小話としてですね、こういうことがあります。給料の反対語って何ですかっていうふうな質問がたまにね、サラリーマン時代に寄せられていたんですよ。最初は結構戸惑ったんですけども、給料の反対語っていうのは、そうなんですよね、もうお気づきだと思うんですけども、税金なんですよ給料、そして反対は税金、税金の反対は給料って形で、お金が国から個人に行ったり来たりしてるっていう形が表裏一体で語れると思います。これもお金の勉強だというふうに聞きましたね。はい、それでは本題に戻りましょうか。今回ですね、お金の勉強の大きな一つのテーマとしてあるのは、何をお金に変えることができるのか、自分なんかが何をお金に変えることができるのかっていうことの問題です。これもロジカルに答えていこうと思います。最も単純に自分の一部分をお金に変えようとすれば、時間になりますよね。自分の人生っていうのは限られてます。そしていつ終わるか分かりません。その貴重な時間を割いて他の人のために働くときに、1時間1000円とか2000円、これはね、私はね、とてつもなく買い叩かれている安い状態、もうこれほとんど奴隷状態だと思いますよ。だから自分の貴重な時間、例えば1000円を他者のために拘束されてしまうと、その1時間っていうのは自分の人生の中から死んでしまうんですよね。昔ね、ドラえもんにこんなね、秘密道具があったんですよ。それはクレジットカードみたいなのが出てきて、これを一振りすると300円出てくるんですよ。すごいいいでしょ、一振り300円出てくるんですよ。その代わり身長が1ミリ縮むっていう悪魔のカードらしいんですよ。で、のび太くんはお金が出てくるんで、ジャカ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 振ってですね、自分の身長がちょっと短くなるのも気にせずに振っていって、まあ、お金には不自由しなくなったんだけども、ある日服を着てみたら袖がこんな風になってきて、あれ、ちっちゃくなってるってことに気づいたり、ご飯を食べようと思ったらテーブルがこの辺になってきて、わ、ちっちゃくなってるってことにすごく驚いたんですよね。
そしてドラえもんに打ち明けると、ドラえもんはなんてことしてくれたんだのび太くん、今日の深夜12時に君は振った分だけ全部がね生産されて身長がちっちゃくなって島には消えてしまうぞっていうふうに言われるんですよ。でどうしようドラえもんって言うんだけど、もう止めようはない、もうそのまんま君は身長がちっちゃくなって悪魔に身長を売り渡してなくなってしまうんだよってことを言うんですよね。で解決方法としてはドラえもんがそのビッグカメラっていうのをねあらかじめのび太くんにビューって照射することによって、夜中の12時悪魔が身長を取りに来た時にちっちゃくなってちっちゃくなって元通りの身長になったところで止まるみたいなことを計算してねやっていった挙句、まあねのび太くんは消えずに済んだって形なんですよ。オチとしてはビッグライトがあるんだったらいくらでもお金出して僕を大きくしてよみたいな感じで最後ドタバタっとね一コマが終わるんですけども、まあのび太くんの言うのは最もだなと思うんですよね。でここで教訓とするべきは、失って戻らないものをお金に変えてるってことなんですよ。身長はね、まあそうなんですけども、今回私たちは時間っていうのをね本当に他社に売り渡していいんだろうか、しかも1000円とか2000円みたいなラーメン一杯食べたら終わるような金額で本当にいいんだろうかってことなんですよ。で私は自分の時間をね1万円だろうが2万円だろうがお金に変えることは非常に安たたきだなと思ってるんですよ。安売りだと、まあ、それでも私が決めるとすると1時間2万円以下の仕事はもうやらないっていうふうに決めてるんですよね。もう数年前に決めてるんですけども、だから1時間時給で2万円以上の仕事だったら内容によってやってもいいかなっていうふうに考えてます。で逆にですね、自分が求めていることとか楽しいことだったらギャラなしでも、もしくはお金を払ってでもやらせてもらおうっていう気持ちもあるんですよ。さあお金の勉強としてこの辺からですね、じゃあ一体何をねお金に変えればいいんですかってことにまた戻るんですけども、私たちが自分の資質の中でね、自分の持ってる資産の中でお金に変えれるものって 何かなってところなんですよ。まあ身長をお金に変えるわけにもいきませんし、今お話したように時間をお金に変えるのも限界があります、うん、そうなると何があるかなってことなんですよ。ちょっと考えてみましょうか。じゃあね、私なりのお金の勉強第3話で結論申し上げますと、私もそうです、あなたもそうなんですけども、自分の何をお金に変えるのか、それはですね知恵とか知識とか解釈の仕方です。一つの現象が起きた時に、悪いことが起きた時にね、絶望だっていうふうな解釈をみんなするんですよ。でもそうじゃない、希望だよっていうふうにどう言えるかとかね、どういうふうに思わせることができるかっていうふうな、この解釈の力っていうのは非常にねお金に変わっていくんですよ。例えば後ろを敵に、もうねこうやって後ろ360度敵にこうね囲まれました、もう絶対絶命ですっていう風な見方もできますよね。どうですかこれ、ね、どう思います？周りを敵に囲まれてね、それこそね100人の敵に囲まれて1対100の戦いが始まりました。これ圧倒的不利ですよね。でも見方を変えるとね有利とも言えるんですよ。なんで有利って言えると思います？これはね解釈の力になって、あの兵法にもあったと思うんですけども、戦いの場面で1人ってことは誰に弓矢を放っても全部敵に当たるんですよ。360度狙いをつける必要もないんですよ。でも100人で囲った相手方の方は下手したら同士打ちになるんで打つに打てないんですよね。ということで1対1以上の有利な状況が作れたんじゃないのっていうふうに言えるんですよ。でそれを展開させてね、中央突破背面展開作戦みたいなのも兵法にあったりするんですけども、それはまた別の機会に設けましょう。このように一つの状況を不利な面だけを捉えるんじゃなくて有利な面もあるでしょうっていうふうにアドバイスしてあげるのがコンサルティングの役目だとも言えるんですよね。さあそれでね、他にどんなことが、どんな資質がお金に変わるかってことをちょっとお話していこうかと思います。例えばね、癒しですよね。癒し、人を癒してあげること。例えば可愛らしい女の子がね頑張ってねっていうふうに言うと、なんか男の子としてはねちょっと癒されちゃったりしますよね。だから可愛い女の子に優しい言葉をかけてもらいたいと思うこともありますし、もしかしたら知った激励をね、自分よりも貫禄のある人にお前ちょっと頑張れよみたいな感じで葉っぱかけられてね、喝を入れられたみたいな感じで、もしかしたらなんですか、猪木ですか、猪木みたいにバーンとぶん殴ってくれたら100万円みたいなね、100万円払ってビンタを叩いてもらうみたいな、そんなねお金の稼ぎ方もあったりするんですよね。不思議ですよね、うん、いやその他にもね、そう優しさとかもねお金になる部分があります。うん、であとは厳しさですよね。厳しさ、叱咤激励ってものもあると思いますし、あとはいたわりですよね。いたわりももしかしたらお金になるかもしれません。励ましもお金になるかもしれませんね、うん、ただね多くの人が感じると思います、いや自分にもね優しさとかいたわりとか励ましとか厳しさってのを持ってるよと。でもそんなことをしてもお金を払ってくれた人なんていませんよって言われるかもしれません。ここに私はねさらにお金の勉強として反論を申し上げたいと思います。それはですね、
お金を払いたいほどのいたわりや癒しがあなたにはできたんですかってことなんですよ。これアンチテーズですけどね。だって世の中には話し相手になるって仕事もあるんですよ、ね、不思議でしょ。自分の話を聞いてくれて、でお金を振り込むみたいなね。話し相手にもお金払うわけですよ。しまいには最近ね、インターネットの世界でこういうのを聞いたことがあります。何もしない人っていう仕事があるらしいんですよ。何もしない人です。本当に何もしないんですよ。それはなんかマッチングアプリかなんかで呼びかけて、何もしない人を1時間1000円とか2000円でね、来てもらうんですよね。で何をするかって言うと、本当何もしないんですよ。ただついて回るだけとかね、自分の話を聞いてもらうだけとか、自分が何かをやってるところをぼーっと見てもらうだけ。そのために評価とか何もないんですよ。ただ見てもらって終わりなんですよ。そんな仕事まであるんですよね。とかく人ってのはこういうふうに誰かの存在に対してありがたいっていう思いがあったり、お金を払ってでもそれをしてほしいっていう気持ちがあったりするもんなんでしょうね、きっとね。でちょっとね、モラルハザードにも近いことがあると思いますけども、パパ活ってあるじゃないですか。パパ活って別にね、若い女の子が、ちょっと年上の男性に自分の体を売ってお金をもらうっていう、ちょっと援助交際的なものとはちょっと違ってですね、自分のなんかね、ちょっと年上の男性に一緒にいてもらうってことに対して無償のね、なんか無類のこの安心感とかを得ることもあるらしいんですよ。ただ女性の立場としては、知らない人にそういうことをお願いするとなんかね、不自然な女性と思われてもいけないし、なかなかかといって同年代の人にやってもらえることじゃないし、自分のお父さんはいまいち信用できないしって感じでね、頼みにくかった、そんな時代が長かったんじゃないかなと思うんですよ。その時にパパ活っていうキーワードで一緒に買い物に付き合ってもらうとかね、一緒にお茶を飲んでもらうとか、一緒に待ち合わせにいてもらうみたいなことに対してありがとうねって気持ちがあったりするんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんパパ活ってのは最近のその援助交際まがいなんとは違って、出始めの頃ってのは本当にそういうもんだったんですよ。パパ活って言ってね、本当に一緒にいてもらうだけ、うん、で別に次に会うかどうか分かんないような関係で、お互いに手も握らないみたいなね、ただそこにいてもらう。その頃は条件も結構厳しかったらしくって、やっぱ貫禄があって清潔感があってね、スーツで来てもらって車で送り迎えみたいな感じですね、うん、ある意味、ちょっと別世界をチレッと覗くみたいなところがあったのかなと思いますよね。そういうことですらね、中年の男性お金になった時代があったわけですよ、うん、不思議ですよね、うん、若い女性に会うのにお金をいただくみたいなね、うん、ただその若い女性が本当に良かったっていうふうに心から安心感を持ってくれるように振る舞わなくてはいけないんで、それなりにスキルは高かったらしいですけどね。はい、それでですね、お金の勉強の今日第3話として言いたいのは、知恵や知識や癒しや厳しさ、叱咤激励、こういったものがお金になる。もっと言えば、そういったものをお金にできるレベルでやってきましたかってことを自分に問いかけることがお金の勉強であるってことなんですよ。確かに私も多くの人にアドバイスをします。で、多分この動画を見てらっしゃる方も誰かにアドバイスをしたり相談相手になったことぐらいあるでしょう。ただ相談相手になってあげてアドバイスをしたことによってお金を得たことってのはね、少ないと思うんですよ。で私の場合は相談相手になってお金をもらうってことができるレベルまで、もしかしたら癒しやいたわりとか厳しさ、叱咤激励のレベルが高いのかもしれません。現実にお金もらってるわけですからね。しかも YouTube を通じてですよ実際にお会いしたことがない方からまで入金があるわけですから、やっぱりそういうふうなものだなと私は感じるんですけどね。はい、では改めてまとめさせていただきます。お金をいただけるほどのことができたでしょうかってことを自分に問いかけることが大事です。そこまで来るとね、謙虚に自分はそんなことができる立場ではないってことに甘んじるんではなくて、いや私は人の困りごとに寄り添うことをなりわいにしてるんで、お金がいただけるレベルのことはできますよっていうふうに堂々と言った方が、もしかしたらユーザーさんとして安心するのかもしれませんね。ということで今回はちょっとくどくどとなんかね、親父の説教みたいになっちゃいましたけども、また見ていただければありがとうございますということでございますね。じゃあ次回も動画楽しみにしてます。いってらっしゃい。